口圭一は日本の実業家、ビレッジヴァンガード代表取締役会長。1948年、北海道新徳町生まれ、北海道新徳高等学校、青山学院大学法学部を卒業。大学生時代は、当時流行していた全教頭運動にはかかわらず、大学生活が面白くないと、休学や留年をしたり、 あまり勉強せず各種のアルバイトと雀荘とジャズ喫茶通いと山登りを繰り返していたという。一時期、青山学院大学を中退して報道カメラマンになろうと写真の専門学校に行こうとしたこともあったが、父親の反対で断念している。大学卒業後、先物取引の会社や、 運送会社の事務などの職を得るが、いずれも長続きせず、東京の日本実業出版社に営業職として勤務する。担当業務は直販のセールスであり、飛び込み営業がメインだった。結婚して、すぐ、出版社の先輩であった、大和田孝二が脱サラして1977年により、経営していた、ブックショップ大和田に誘われ入社。唯一の従業員であり、 飛び込み営業の経験を生かして自転車での一般家庭への外傷を行った。1980年に2号店の新宿店店長を任され店舗運営のノウハウを学んだ。白をまさアップルシードのようなマイナーコミックを大量入荷するなど実験的な店舗運営を行った。菊池は先輩でもある大和田浩二のことを尊敬する人物としており、 ブックショップ大和田に誘われて働いて大好きな本を売るのがこんなにも楽しいとは転職だと思ったといい熱心なクリスチャンでもある大和田は理想主義的な考えを持つ人物で言葉の端々にそれを感じたと菊池は大和田のことを褒めた,たいていたその後独立して名古屋で書店を開くため北海道にいた妻と娘を名古屋に呼び寄せ住んでいた分譲マンションを売り 妻の貯金と、親から借りたお金と国の独立開業融資金など、開業資金2000万円を集め、名古屋市天白区の農業用倉庫を改築した、ビレッジバンガード1号店を1986年に開店。1988年に、名古屋市名東区にて有限会社、ビレッジバンガードを設立。1998年に株式会社化し、2003年にジャスダックに上場。 本社がある、愛知県長久手市に在住。趣味は読書で、ジャズや登山、落語、1950年代から1960年代の、オールディーズなどの洋楽や、クラシックカーなどの古い外車も好きで、また矢沢永吉の大ファンでもあり、名古屋の矢沢永吉のファンクラブのスペシャル会員でもある。ありがとうございます。